しょ、お疲れ様、お疲れ、よいしょ。 YouTube 広かった。2回目やけどやっぱ広いね。こんばんは。こんばんは。しかも6人。そう、前立った時はもっとみんなとやったけ、すごい緊張した。緊張したけど楽しかった。大きな会場は緊張する。ゲストありがとうございます。あ、目がコンタクト。今日は一人部屋じゃないよ。ちょっと待ってね。うん、そう、飛行機で行ったの。ありがとうございました。はい、飛行機、飛行機、そう、飛行機で行った。富士山の写真撮ってメールで今送ったけど、なんかちゃんとあれ富士山やったか分からんくて、まあ、合っとるか分からんけど、まあ、自分が あれ富士山と思ったやつはちゃんと送ったからどうやろう、果たして富士山だと。飛行機初めてじゃないや。ST 入ってから1回か2回、1回ぐらいあったと思うけど、今日飛行機でしたね。飛行機珍しそうなんよ。珍しい。めっちゃ嬉しくて、なんかずっと外眺めてた。飛行機は怖く、うん、ちょっと怖いなって思うけど、なんかって感じかな。難しかったです。眺めてた富士山かな。どうやろ。どうなんやろ。明日飛行機で東京に行きます。お、待ってます。ピョン。あ、今からスキーさん。あ、そうなんだ。本当見たかったんですよね。SKT さんもモニターで見させて。楽しそうです。楽しい。え、分からん。私が送ったやつ何か分からん。広島空港取り替え売ってた。嘘、私見てみたけどなかった気がした。ディズニーは行きたかったですか。なんか行きたいの前に行ったことがないから分かんないけど、でも行ってみたいですね。すれ違ったけど、私のこと多分知らないと思うから、普通に挨拶をお疲れ様ですって言って通り過ぎました。歌当たってた。お、よかった。飛行機乗るの久しぶり。も1年は乗ってないと思います。あ、お店に売ってるんだ。私そこで見た気がするんだけどな。そう、2011年3月11日はどこで何してた。私はあんまり記憶ないんですけど、多分幼稚園に行ってっていうのは覚えてるんですけど、うん、それでママが迎えに行くの早かったのかな。そう、同部屋内、ね、本当に卒業しちゃってからの、まさかのフェスの、
いつの日のフェスでしたね。4月23日、話が5時間目と6時間目当たりました。お、ありがとう。さあ、私ね、これ買ってきたの。めっちゃご飯食べてた後に、じゃーん、雪いちご。コンビニの雪いちご。僕は図書館にそこにいた幼稚園の子たちも待つ。本当？すごい、かっこいいね。明日は、うん、これはセブンで買いました。美味しそう。でもね、私ね、お弁当食べたでしょ、おでん3つ食べたでしょ、素晴らしいくらい食べてるんですよね。そう、本番前にもお弁当食べたし食べるやんみたいな、めっちゃ食べるやんってなってる。会社にいて9時間歩いてお家に帰った。そうなんだ、大変だったよね絶対。ピアちゃんメール、そう、今日ピアちゃんがメール打ちました。今日ドラえもん流し上がってきて、おいいね、食べるの好き。ハーフツインさん、ハーフツインです。もぐもぐ動いてるから大丈夫。うん、全然大丈夫よ。スペシャルサポートメンバーだから、なんか時々メンバーになりたいっていう方いらっしゃるので、もしかしたらそのスペシャルサポートのメンバー、夢の国でバイト、うん、夢の国でバイトしてたの。東京の職場のビルが出て崩れることね、大変だったよね。なんか3月11日なんか検索したら募金になるのかな、やつやった。ほんのちょっとやけどできたらいいなって思って検索した。うん、ヤフーのやつやったよ。チワレのクッション見つけちゃったが捕獲してきた。綿クリーム、お、見た、ありがとう楽しみ。持ってないから、ぬいぐるみ1個も、ちいかわのやつ。久しぶりに配信クリーム、ありがとう。1ヶ月ぐらい電気がなく、そうなんだ、ちょっと匂いがすごい。うん、こんばんは、こんばんは、うん、乾いたね。今日発送したら届くて、うん、ありがとう。まあ、ね、事務所に行けてない。今日ね、集合事務所じゃなかったんよ、だから行けんかった。水変えたんですけどね。モモンガも探してます、ありがとう。気持ちが嬉しいね。昨日一日配信見れなかったから、もちゃん絶望戦になりました。しょんにゃんに、じゃあ今日はいっぱいお話しようね。バリア、バリア、バリア。今日他のアイドルファンの女の子は、あの小さい子めっちゃ可愛いって言って、嬉しい、もしなんかめっちゃ伸びる、これめっちゃお持ち。他のアイドルさんは、うん、すれ違ったりとかはあったけど、やっぱりコロナ的なこともあるから、そんなんやし、見たかったけどライブも見れにゃいっていう
今日は見れなかった。また見れたらいいな、またフェスとかで。うん、お写真撮ったりとか話したりとか本当にしてない。すれ違った時に挨拶とかはあったけど、だから全然ですね。悲しい。せっかくアイドルさんが集まってて幸せな場所なのに。いや、対策なのかな、どうなんだろう。また釣りの機会にですね。いちご行きます。そう、今日私、メイク道具を、心のアルバム、そうだね。あれ、なんかモニターとかでは見てたアイドルさんのライブを。だから、そのメイクする場所になかったので、でもそれ言ったらメイクさんが来てくれた。 SKE さんと仲良くしてるのみたい。ぜひね、また機会があったら話してみたいけど、でも他のもうほぼ自分だけ、デートグループの方とほとんど喋ったことないから、またいつかなんか仕事一緒の時とかもしあれば話してみたいな。あれ、あの人見知りやから話しかけれるか分からんけど、うん、明日のね、渋谷も楽しみ。大賀式も大賀式、なんか今日のフェスでも王のこと気になってくれた人がいたらいいな。うん、話せるといいね。うん、はあ、はあ、うん、明日はもう絶対にメイク道具持っていこうと思ってるから。気になりました。ありがとう。メイクさん、アイシャドウ5個ぐらい、5、6個ぐらい持ってて、好きなのいいよって言われて、貼りすぎて。なんて言って話しかけて、お写真撮りませんかって、撮ってくださりませんかって言うかな。明日もそうやったら、明日もそうやったらなんかもう、あれだよね。明日はフェス自体が初めてのワクワクドキドキです。お、楽しい。明日も出番、うん、夜ですね、明日も。なので朝は寝ます。明日はそう、明日は撮りをさせていただくので頑張らなきゃ。はあ、夢の国やで、行けんよ。うん、お出かけできんかな。いろいろ覚えなきゃいけないのもいっぱいあるから。そう、たくさん寝れてる。うん、最近まで早くね、寝ようと思っててちゃんと寝てます。鳥だから夜行バスで、そのあと夜行バスで。ありがとう、そんな大変なのに。ありがとう。
にゃんちゃんと夜明けまで語り合うどうやん二人とも軍内してるか、まさかそんなにそんなに暑い、どっちが先に寝るか、前はね私の方が遅かった寝るの遅いんですよ、寝るのっていうかなんかこう何つったり寝るのが寝つきがあんま良くないから、でも最近は寝れてる。みたいなペースがあるとなんかほんとにずっとアイドルさんいろんなアイドルさん見てるからなんかすごいなーって思ってた。日曜日おもちゃ寝る、おライブ終わったと思ったらアイドル、なんかライブが終わってしまう寂しさがなんかまた次始まるから、こんばんこんばんは、あとなんかあったら教えてあったらなんか不思議な感じですか、違かった寝れないタイプ、うーんどうやろう、そういうわけではないかな、ね、あでも自分の部屋の方が好きかな、布団乾燥機ないもんホテルは、布団乾燥機いつもで寝るんですよ、あったかいから、うん、今日パパゼリー買いに行った缶売り切れておもちゃ買い占めちゃう、1個しか買ってないよ、なんかそうメールに送ってくれてたじゃん、でパパゼリーないって聞いて、もし私も行った時なかったらショックって思った、ね、サンモールにあること言ってしまった、右見て右、ね、何もないよ、の ST の見てちょっと気になってくれてとかしたくない、ほみまる、ね、乾燥機いるよまだ、じいさんはやばい、朗読劇のおまんじゅうを、いいね、そうだよ、ね、しかしちょっとねサンモールにあるってことね言ってしまった、そこも缶売り切れた、やばいやばい、次からどこで買おう朝と夜はそうでまだ寒いですね、日曜日のレーン平和だった、嘘私見てないやレーン、もうかのもうかのパパゼリー買う場所がそう SD 一番大きい会場の時みんな応してて頑張る、いやめっちゃ緊張する、いや髪型どうしよう、ほんまにどうしよう、気分なんですよ多分私の、だから今決めても明日変わるからあれだけど、どうどうしよう太陽時間目もちゃねえから大きさ眺めマーカーのところもね眺めてくださいね、でもねなんか本当に髪型の気分はね変わっちゃうからね、今日暗闇、今やりたくてもね明日変わるんよ、今日の写真で見せてくれた髪型かっこいい、あ嬉しい、おおみたいな感じになって、そうなの、ね、なんとか嬉しかった暗闇オンライン話からもともちゃんになりたい、ぜひぜひ、暗闇っぽい顔をね、日曜は3時間目しか当たらなかった、あらそうなのか、でも楽しみにしてたね3時間目、じゃあおもちゃんしか見てないからまだレイみたいな、ほんとボタニカル衣装のおもちゃん可愛くて好き、嬉しいよ、かも好き、水色なの気に入ってる自分の色、髪型決めないといけない直前の気分、うんそうなんよ、今日もそうだった、そう3日間いるね楽しみ、オンライン話し会結構あるよ、ツイッターに言う方まとめてるので見てみてね、結構4月から今3月もあるし始まってるのは4月から、
眠たい。今日なんかさ時間的には30分くらいしかさ踊ってなかったのに、広い、なんかすごい体がだるーんってなったの、終わった後に。それくらいもう緊張してたのかな。答え取れなかった、とりあえず寝れます。うん、またできたら待ってる。もう来週はオンライン話し会、そう、もうね、いろいろ予定があったりだとか、楽しみですね。コンサートがあったりとか、でもね、その分頑張らなきゃって感じだから今ユニット覚えとってね。え、そう、緊張してた、やばかった。でもなんか最初は緊張したけど途中からは大丈夫だった。うん、どうステージで踊ったから、だからかな。なんかでも不安もあった、リハがなくてなんかどうなるかっていうのが分かんなくて不安でした。じゃあの進化しようと浅井くんありがとう。そう、なんか春夏秋冬をリベンジしたくて、なんか前やった時初披露を舞浜でやらせてもらったんですけど、カチコチで、そう、私カチコチでなんか表情も硬くて、なんか踊りとかもまだなんか慣れてないみたいな感じだったから、リベンジしたかって今日はできてよかったなんか緊張せずにできたからよかった。前は本当に緊張してたから、うん、最初の3曲ぐらいはもう緊張してたけど、その後は大丈夫でした。それの参加メンバーに選んでいただけたこともやっぱり嬉しいし、もーちゃんの話し会が一番楽しい今日は笑顔も素敵だったし綺麗なダンスだったよ。うん、前回の舞浜の録画したのあれ撮りに行ったで、恥ずかしい。そう、めっちゃ楽しかったし、なんかあ、こんな広いんやって思って、本当に明日もだし今日もだし、もう広すぎてびっくり。本当になんか踊りながら、いつだったっけな、春夏秋冬ぐらいの時かな、なんかここで踊れるって当たり前じゃないんだなと思いながら踊ってた、春夏秋冬ぐらいの時に。だからすごい今日はなんか最初は緊張してたけど、なんか途中からあ、こんな気持ちで、こんな気持ちっていうか、まあ、緊張するより自分を出し切った方がいいやって思って緊張しなくなったなかなかないからね、あんな広いところで踊れることは。そう、確かに。うん、そう、楽しかったです。明日もね、明日の方が多分最初から緊張しないから、明日ももうバリバリ元気に行こうと思います。そう、6人、そう、びっくり、本当にあんな広いとこ6人で踊れて、もうありがたい、楽しかったです。5周年の会場もそうなんですよ、もういろいろ広いところでできる予定があって、ありがたいです。本当に表現力今ね、本当ありがとう。確かにレア、6人の進化してると結構レアですね。私もフラワー以来かな。しかもなんか今日はいろんなアイドルファンの方もいらっしゃるから、すごいそういう方たちにも見てもらえたし、モーカのモーカや ST48 のファンの方とも会えたからよかったし、なんか後ろの方の席の方とかは、まあ、お顔とかは見えないけど、でもなんかあのヘタレの時に上の方で踊ってる方がいて、こうあのあれ、こうテーブルのあのヘタレのやつを踊ってくださってる方も前にもいらっしゃったし、後ろにもいらっしゃったから、あ、あそこに ST のファンの方がいるんだっていうのが分かって、それで
すごい嬉しくなりました最後に。そう、わかんないじゃん、広すぎてわかんないけど、その踊ってるっていうことイコールめっちゃ STA のこと知って好きでいてくれてるってことだから、それを見てうん、俺僕かな踊ってた、そう結構いらっしゃったんですよ、もう上の方、本当に上の方の方々もこうこれとか、あ回ってると思ってそうそう、すごいね嬉しかったです。手が回ってると思って、おちゃん教えてもらった体血について、お嬉しい、うん、すごいねノリノリでやってくださってる方もいっぱいいらっしゃってね、嬉しかったし、シークレイズ55プレイ行ってた結構綺麗だった言ってた、上の方もしてた、お、じゃあそっか見えてたわみんなのこと見えてた、だからよかったね、そのダンスがあったから分かったから、ガラスビもね踊りたいね、せっかくあるから手振り、見えてたよ、え、そう、下手でやればね STU ファンの方がね場所が分かるんですよ、嬉しいいいことだ、うん、夢はガラスビンだけの振りもまだ覚えてない、おいいね、さあ移動しちゃったのか、ディズニーは行かない、どこも行かないかな、あそうペンライト本当に皆さん緑色でした、すごかった、なんちゃんと同室、そうね多いですね、ちょっとガラス瓶のリンコだね、リンコ先生、そうディズニーも花姫、なんかその建物はチラッと見えたぐらいかな、寒い、なんかめっちゃ寒い、ここなんかね、明日も楽しみ、うん明日も楽しみです、明日夜配信どうやってるの、予定がな、どうやったっけ、ちょっと予定見てこようかな、 LINE 来てたんだよ予定の、さっきよいしょ、もちゃんの声と、もちゃんの声大きすぎてサーヤン移動した、まさかの、それだったらごめんねもうか喋る声でかいかもしれん、明日の朝配信は見れそうかな、お、ぜひ見てください、ゆっくりお風呂で、そうお風呂に入る予定、めっちゃイエーイサーヤの声がちっちゃい、どっちやろどっちが大きくてどうなんやろ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ゆっくり休んでね、うんありがとう、ゆっくり休め、でもさなんかもうめっちゃご飯食べてるのに、なんか今もなんか食べたくて、なんか常に何か食べたいんですよ私そう、おちゃん元気でいいね、そう、うん、ご飯食べたくない、わかる、なんか食べたいと思っちゃう、常に食べたもうなんか今ねミルキーしかない、もう多分ちょっと
ょ。農家の胃袋最近やばいよ。あ、待って、これがある、やばいやばい、おでんの汁が負けてる。だっておでんの匂いする。あ、これは大丈夫や。チョコラ BB からおでんの汁の匂いする。いやー、なんかほんのちょっとだけ負けてるっぽい。本当になんかほんのちょっと、そんな本当にちょっとだけど、もう出汁の匂いがすごい。あ、ティッシュここにあるんだったわ。ほんのちょっとしか負けてないんですよ。ほんのちょっとだけ、本当に本当にね、スプーン2杯分ぐらいもう負けてないぐらい。いやーん、だしだ、めっちゃだし、めちゃだしの匂いするこの瓶から。やだ、マモキうせえる、負けるイコールこぼすですね、方言でございます。いやーん、だし味は変わらんけど、でもそこ高置いてんの。あ、サーヤのベッドには大丈夫ですよ。こっちが私のベッドなので、それは何もつきません、大丈夫です。ん、サーヤのところは全然何もしてないよ。もうここから見てもほとんど負けてないぐらい。あ、そういうこと？しないよそんなこと。飲むよ。え、本当にほとんど負けてないんですよ。マジでもう本当3滴ぐらい。そうけどこれについてて、だしの匂いが。まあいっか、飲もう。ここは大丈夫だから、うん、全然大丈夫。ちゃんてき、ほんとマジで嘘じゃない、嘘だった。だってもうここに溜まってるはずだもん。全然溜まってないの、ほら。うひょはつかないよ。この間飲んだやつ、辛い疲れにチョコラビビーロイヤル2、ロイヤル2。うん、お布団に出汁は染みてない。ここ布団じゃないよ、机。甘いから、うん、なんか別に美味しい味はそんなしない。チョコ飲む配信、あ、チョコ配信は関係ないよ。疲労が溜まってる。いや、なんか飲みたくなるんだよね最近。最近飲みたくなる。そう、
頼んだ方が健康になる。全然なんとなくやけどね。日曜日もね会えるから楽しみ。来ないよ確かに。ジュースみたいな。そのジュース、今日誕生日です、おめでとう、いい一年にしてね。美味しかったら試食に。そう、そんなに栄養ドリンク、うん、栄養ドリンクです。同じ部屋変わったし、やだやだやだ。眠い眠いよ。気合の一本でした。試合分かるかな。うん、あんまりないんよ量が。これぐらい。そう、あとは私は、あー、ミルキーどこ行った。私忘れちゃった、どこ行った。あ、ここに置いたやん、この机の。これもある。これは何の匂いもしない。うん、食をなんとか。ダメだやん。ちょうどそう、ミルキー、なんかアルファベットあるらしいもん。ミルキー好きちょうだい。どうしようかな。一個いるじゃん。一個どうぞ。ミルキー配信で食べるとさ、しばらく喋れんなるのよね。なかなかなくなる。チョコの食をなんとか。美味しいよね。なんか今アルファベットあるらしい、この中に。あの見えないや、開かんと。ここ開いたら見えるかな。アルファベットない。あるのとないのがあるのかな。ほう、レア柄アルファベット。アルファベットあるのってないの。アルファベットがあるだけでレアなんかな、わからん。ない、今開いてみてるけど、ないですね、わからん。あれ、包み紙で遊ぶアルファベットって書いてる。見当たりません。見当たらない。ここアルファベットあるのが出やるのかな。なーい。ピノの星型。でもそのアルファベット名前作ろうみたいな、めっちゃじゃあ難しいじゃん、自分の名前作るの。全部開ける。今開けて閉じてるけど見当たらない。こうやって開けてみて閉じてる。ないんだけど。ないんやけど。そう。あった。あった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 。いい。でもいいやった、名前に入らん。名字には入る。開けたら全部、あ、ちゃんと包み直してるよ。
だから食べんでいいよ。いいです。ちゃんとね、後でも食べれるように開けて包んでっていう風にしております。ケアでなんか、いやでもまだあるんじゃない、ちょっと探したい探したい。こう閉じれるからさ、明日ステージかなり地味に痛くない、なんか地味に痛そうなんだけど、当たったら。私もさ、なんかライブにさ、お姉ちゃんもさ、隣のバナナでバナナ投げてたからさ、私もなんか投げたいんですよ。でも今コロナ的に難しいのかな、なんかこういうさ、一袋一人で食べちゃえ。いや全然多いからさ、これなんかさ、ミルキー投げいいね、ミルキー投げたい。なんかカツオにもうファンの方びっくりよカツオ級になりられてきたらさ、なんかさ、桃痛いか。なりたい。なんか何食べてんの、ミルキーの当たりの包み紙探してるよ。うん、いやミルキー痛そうだよね、コツンみたいな。練り切りなでは、髪サラサラね。おー、ありがとう。練り切りはね、集めるの大変そう、逆に。あやの人いて、口開けたがってんの。なんか、お菓子なりたい。こいつに中吉のが出てきた。中吉、なんかそういうのもあるっぽい。大吉とかもあるらしい。中吉。シャヤンにあげないの、全然あげるよ。シャヤンが欲しいって言ったら、やけど。よいしょ。なんでもありやん。今日もあるのかな、どうなんやろ。あ、また中吉。ねえ、めちゃ中吉やん。大吉やないやん。てかめっちゃ多い。めっちゃ多いわ、これ大変よ。じゃあなんで開けてるのってなるけど、なんか開けたく開けたくなるやん。うん、今このサーヤのよベッドの上めっちゃミルキーだらけにしてるんだよね私。アリス先生、制服ちょっと買いすぎた。お、ありがとう。あ、ちゃんと包み紙に包んでるやつ置いてるだけなので綺麗だけど、サーヤの今ベッドの上はミルキない。まーい。アルファベットってあんまりないんだね。ベタベタ、いやこれよ。みんな、私は包み紙のままこう置いてるから、そのまま違うから、ない。かわいいよねこれって。あ、プリキチだ。キチキチ、だしの匂いとミルクしないから、もうなんか勘違いしちゃうから、みんながやめてしないから、マジで全然つけてもないから、どこにも。なんとこってしてるから。それだけ食べて、食べてないやん。包み紙で見てるだけで、うん、M か R が欲しいけど、アルファベット一袋
袋に一つ入ってればいい方だし、え、じゃあ私いい方なんじゃん。じゃあもう一個あるだけでいいんだ。うん、1個あるだけでいいらしい。もうないのかも、もうないのかもしれない、もうないかも。ないですね。なんでこんな牛乳臭いの。でミルキーってその牛乳の匂いだっけ。なんかバニラみたいな匂いするいい匂い。また入ってたらすごい、入ってほしいけど結構レアっぽい。調べます。うん、てて、うん、全部開ける。ここまで来たらだいぶてかミルキーってこんなに入ってるんだね。逆にもっと少ないかと思って買っちゃった。めっちゃある。3日間ぐらい持ちそう。もっと持ちそうだな。なんか知らぬ間に多分ママが食べてるからすぐなくなってるだろうけど、しばらく帰らんから。だからミルキーと出汁の匂いじゃないってば。もうやめて結構あるそう。開けた後再放送してる。そう、再放送してるんですよ。あ、もうないかも。なくなった。1個しかなかった。返す。1個しかなかった。私ミルキーは噛んじゃう途中で。最初舐めて、あー舐めて、いいだけだった。でも1個入ってるだけでいいっぽい。でもさ、これでさ、アルファベットで名前集めるって難しくない？シュールな気になったな。なんかさ、ずっとさ、舐めて柔らかくなったらミルキーは噛みます。いいだけだった。ハイチュウ好きよ。美味しい。ピュアチャンネルありがとう。ピュアちゃんが世界一。七袋もそう、皮のけ。じゃーん。歯で歯の詰め物を取れたこと。そうなんだ。くっつくよね、ミルキーとか。袋開けたまま持って帰る。うん、持って帰るけど中はこうなってるから大丈夫よ。全然これで持って帰る袋入れて、それでリュックとかに入れよう。おちゃんいつくれるの。はい、太陽が今日新芽持っちゃったくて喜んでて。そう、2曲ぐらい新芽で、あとは近かったかな、でも場所が嬉しい。あ、
お前だけにさ、ひるとありがとう。ピアノピーさんあったありがとう。リッツさんクッキーありがとう。ケイスティンさんももありがとう。じいちゃんアメちゃんちょアメちゃんあげる。かわいい。こういうの悪くない、なんか雑貨でアメちゃんの髪飾り。うん、マイケルさんとも絡み、あ、そうそう、私初めてヘタレで、あの真ん中の日の役したんですよ。ヘタレでチャンチャンって言ってみんなが凝って待つシーンあるじゃないですか。あそこの真ん中で踊る人を初めてやったんです。そう、初めて火の妖精キャンプファイヤーらしくての真ん中の火をやりました。そう、めっちゃね不安で、めっちゃダンスの先生と一緒に踊って覚えたんですけど、セリフはしてないけどあの役をしました。セリフはまあいつかのお楽しみで。そう、タンタタンタ意外と難しいんですよ。バッチリでした、よかったです。いつもこうやって待ってる人だったから、すごい最初はやばって思ったけど楽しかった。なんかキャンプファイヤーをやって、みんながこうやって木をこうあーやってる感じで、それでみたいな感じでダンスの先生が言ってた。火の妖精って何か MV を見たらあるよMV はナナさんとユミリンさんが踊ってるところがあると思う。こんばんは、雪の夢の国来た。うん、出てないよ。見えたよ。でもこんばんは、こんばんは。今日めちゃめちゃよかった。自然に目がいっちゃうから、ほんまによかった。それがね、そう言ってもらえるのは嬉しい。なんか自然に目がいくって言われると嬉しいから、そういう表情とかをできるようにね頑張る。自然に目が行くってなんか大事だよね。なんか こんばんは。目もあった、最高でしたね。バッチくん、もーちゃんステージが夢の国だ。さっきなんかシャイアンが言ってなかった、あのアイドルファンの友達が可愛かったって言った。ほんまにそう言ってもらえるのは嬉しいですね。もう本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。近かったね。楽しかった、楽しかったけど明日もあるって考えたらわーいって感じ。眠い、30分しか動いてないのに眠いもん。それくらい疲れたし、それくらい汗かいてた。なんか普段あんま汗かかん、いやかくけどそんなすごいかくわけじゃないのに、めっちゃ汗かいてて珍しくて、それが自分的にわーってひゃーって。そう、下もあるね、いいよね。そう、メンバーの後ろで踊ってる。そう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 、ゆっくりやっ、珍しい、びっくりした。私も本校か迷ってるけど、一人が寂しすぎて
なんか誰か一緒に行ってくれる人いないかなって思ってるけど、さあやんはすぐのぼせるらしい。うん、おいちゃんの声聞きながら寝れそう。お、寝な。俺たちのサイリウムマシが欲しいな、取る。今年でサウナはしぶ、え、千穂さんサウナ好きなんだ。ひなさん、そうなんだ。私その行ったことないんですよ、一人で。そうでもなんか一人寂しいじゃん。いやでもなんか、でもなんか行った方が健康的っていうか、私あんま代謝が良くないから、なんか足とかも、あの手足の末端冷え症だったりとかなんかしたり、あの汗を普段はあんまりかかなかったり、そう血行があんま良くないから行きたいんよね。そう、しかもな、汗かいた方がいいやん、体のなんかをこう出してくれるっていうか。そうなんや、顔とかにも汗かきたい、いっぱい。なんか安否もめっちゃいってるイメージがあって、そう行きたいけど、なんかどういうところがいいのかなとかもわかんないし、でもなんか個室のサウナに行きたいんですけど高かった。高いってなりました。もうサウナと水風呂、そうあるよね、なんかサウナと水風呂交互に入ったらね、いいんだよね。そうそう、最近はお湯張ってちゃんとお風呂に、はい、あ、風知坊さんでよくサウナ行ってたんだ。そうなんだ、いいね。あ、本当に新しくできたんだ水風呂。入れると思う。なんか私もなんかサウナ同盟組みたいんだけどな、誰かと。もしサウナ勝ったらいい。やばい、150万円もないよお金。うん、ゆっくり待ってる、うん、ゆっくり待ってるかな。じゃあなんか一人はさ悲しい、一人は悲しい。だからね、今んとこ行ってない。私なんかあんまりね、なくて一人で出かけるぐらいならお家にいるっていう人なんですね。だから本当に一人で出かけない。大体親だけど出かけるとしたら大体親なんですけれども、あ、一人で映画館は行ける。でもなんか遠かったりしたら、あーやっぱ見んでええわってなっちゃうんだよね。もーちゃん構ってもらいたい人、いやどうなんやろ、構ってもらいたいかわかんないけど、どうやろう。でも一人でいる時間も結構多いからね、自分なんかメイクしながらとかの時にメイクに集中しすぎてあんま人と喋らない感じかな。誘う派、誘われるの待つ派。わかんない、誘う時もあるけど、めっちゃ誘うってわけでもないかも、自分の性格は。サウナ配信はないです、ない。喋り合いとして、そうで欲しいけど、今ねご時世的に多分喋っちゃダメなんだよね、サウナだから。個室サウナだったら2人で行った方が安いんですよ。だからね、誰か個室ね行ってほしいけど、みんな個室じゃないやつ行ってるかもしれないから。そう、1人だと高いけど2人だとねちょっとね安くなる。だし他の人いないっていう幸せ。
いいよっていいよいいよ、もーちゃん、もーちゃん好きな人が好き、うん、もーちゃん好きな人が好きよ。でもみんなそうじゃない、自分のこと好きでいてくれる人が好きだよみんな。サラちゃんサウナ好きなんかな、わかんないんだよね、あんまりなんか誰がサウナ好きとか知らんからさ、どうなんだろう、どうやろうね、誘うのもあんま得意じゃないからさ、サヤン誘うしか、いやもう誘ってるんだよけどのぼせるって言ってた。でサヤンすぐねお風呂とかもねのぼせるから、好きなタイプは自分を好きな人もうそうですね、好きなタイプは自分を好きな人、女の子、女の子もさ、懲りずに誘ういやでものぼせちゃうんやったら大変やけさ、誘っちゃったらあの絶対やんちゃんがあわわわってなっちゃうからだから申し訳ないやん、私が誘ってのぼせさせちゃうのは申し訳ないから、サウナ好きな子誘わんと。そう、いや私温泉も好きなんですよ、旅館に泊まりたい、前浜焼き大根ちょっといやーそうなんだ、いやー気をつけてね、それくらいお客さん来てくださってたってことだよね、桃が好き、桃が好き、もちゃんもそこまで長い時間入れないでしょ、いやどうやろう、うーん、どうやろう、 長い時間でなんかお風呂とか1時間ぐらい、2時間1時間ちょっとぐらい入ってる時ある、いつの間にか湯船冷たくなってるけど、あディズニーのお客と重なって、そら重なるわ、おもちゃんの浴衣みたいな旅館の、お前ねレオまで泊まらせてもらった時ね浴衣だった、あんまり伸ばせない、そうね、あんまり伸ばせないです私多分、そうなんや、サウナ舐めちゃいけんそうよね、でもなんかあのホテルにたまについてるサウナあるじゃないですか、温泉みたいなところに、それとかはね結構あのやったことある、お風呂でアニメ見てしてる、うんアニメ見てる、正直もうサウナの中でスマホつついたら多分スマホが壊れるから無理やけど、スマホとかがもしあればもう文句はもう頑張れそうダメだけど、サウナ後のコーヒー牛乳、あいいね瓶のやつ、私中学校の頃の給食が瓶の牛乳だったから美味しかった、牛乳パックよりも瓶の方が好き、そう自宅で傘さしてサウナ効果みたいなことするって、そうなんだ、いやさ前さあのホテルに泊まった時さ一番あったかいお湯を出してね、そのそばにいたらねサウナみたいになったの、ほんでそこでブトポーっていっただからなんかあのサウナみたいだったよ、なんか多分45度ぐらいを出して近くで湯気が出てくるからそれをこう浴びてたらサウナだった、卓球いいよね、旅館とかにあるよくあるんかな、サウナ入ってドアが開かないんでしたら他の人がビビってたのが焦るなんでなんでそんな人の、うん、よかったよ、し
かもあのちょうどさお湯ためようと思ってたからお湯ためながら近くでサウナ効果感じてた。普通のお風呂でバッチグー。うん、お話からよろしくね、よろしくね。半身浴、そうね、お家とかではするかな。家の近くに温泉とかあったらね、なんかもっと行きたいけど、そんな近いところない気がする。明日、そうか、明日の配信か、見てくるね。予定を見てきます。こんにちは。明日、明日は多分お昼前くらいに配信すると思うけど、また予約しときます。明日帰り遅かった、夜できんぐらいの時間やった。全然ピエなので多分わかんないけど、めっちゃ朝早くはないと思う。うん、ひょまにね、お昼前とか、うん、10時とかくらいになるかな。ひまにゅね。オッケー、ありがとう。5時はない、5時はないやん。絶対朝早くしない、寝たいもん。えへ。飛行機以外の時間は見れるから、うん、ありがとう。そう、飛行機ね、使えないもんね。半年はお試し、また話そう。鬼滅コラボして、あ、そうなんだ、わかんない。そう、足集めは大丈夫明日はまだ帰んないかな、わかんない、どうやって予定も見てなかったや。そう、もう誕生日全然いいよ、今日はたくさん寝るねまたいつか話せる日がね、話せる日が来ればいい。明日渋谷に来ました、あらら大阪もあるもん、そうそうそう、大阪もあるから。髪型が可愛い、ありがとう。今何時？44分。44分だったのね、もうそんな時間だったのびっくり。じゃあ読んでお休みメール送っていい？今から読んで。大阪のソロイベント当たってたけど、もっかさんに、え、嬉しい、ありがとう、頑張る明日は仕事頑張ります、頑張れ。何時と思ってた、9時半前とか。そう、てるさん可愛い、ありがとう。ドラガンさんももありがとう。うん、ゆっくり休んでる、ありがとう。では読んでいきます。ひでのひでさん、かわいい、ありがとう。
13位ののりさんあとまくきまいパスタさんありがとう。12位のひでくんさんありがとう。11位のまぼるさんありがとう。10位のたろいもさんありがとう。9位のふみあとまくふふさんありがとう。8位のぜーたんさんありがとう。7位のキスティンさんありがとう。正面で目があって嬉しかった。あったよね。うん、あったよ。6位の山さんありがとう。明日も大きなステージ楽しんできて頑張るぞ。5位のマピアノッピさんありがとう。もうこごめん、明日配信でライブ見ながら応援する。うん、頑張るね、ありがとう。4位のリッチさんありがとう。明日楽しみ、ペンライトとうちは一生懸命振ります。お、待ってます、ありがとう。3位のうくちゃんありがとう。今日は楽しかった、お疲れさん。明日も楽しみ、楽しみ、ありがとう。2位のとしさんありがとう。ねえな、明日もかの楽しみすぎてよろしくお願いします。明日もかのこと見るためいっぱい寝てね。ちの前田健二さんありがとう。大好き、いい夢を見てください。いい夢見ます、いい夢見てください。ありがとう、ありがとうございました。じゃあおやすみメールやるね。していきたかったな、また会おう。配信もあるのでね、ぜひぜひ見てください。また明日、バイバイ、おやすみ、おやもも、またね、おやもも、おやすみなさい。また明日。